芸能人は人気が命の商売だが、市井の人々の気持ちは日々変わるもの。それを表す商品価値が如実に現れるのが日々動く CM 出演料だ。週刊ポストは大手広告代理店が CM 交渉のために作成したギャラリストの最新版を入手。タレントに負けぬ人気を誇る女子アナたちは CM でどのくらいギャラをもらっているのか。トップは現在テレビ出演はほとんどない滝川クリステル44、6000万円7000万円という金額は上戸彩36、北川景子35、石原さとみ35などそうそうたる女優たちと同額で、加藤綾子37、や田中みな実35ら人気アナを大きく引き離す形になっている。女子アナ界ではホラン千秋33、新井恵理那32、安見玲奈32など後輩が続々と出てきており、なかなか価格を上昇させられない背景もあるようだ。女子アナウォッチャーの丸山大二郎氏が語る。滝川さんは東京五輪招致のおもてなし演説と小泉進次郎前環境省との結婚で箔がついた印象です。ホラン千秋さんはまだ割安ですが、今後は上昇していくでしょう。その中にあって抜群の好感度を誇るのが元 NHK の有働由美子53だ。キャリアも頭一つ抜けているが、彼女の欄はなぜか算定不能となっている。有働アナは報道番組ニュースゼロ日本テレビ系にメインキャスターとして出演しているため、特定の商品を PR する CM には出演できない。もし彼女が番組を降板して CM 戦線に参入してくれば、5000万円以上は固い。同然週刊ポスト2022年8月19.26日号。